エトワート・イルンス・ストゥーリンフは、オランダ・アペルドールン出身の元同国代表サッカー、選手。ポジションはディフェンダー。オランダのアペルドールンで生まれ、幼少期に所属した ASV ・アペルドールン・ボーイズでは、ピーター・ボスとも一緒にプレーをした。その後、デフラー・フソハップの下部組織に移り、同クラブでプロデビューを果たし、5シーズン在籍した後にフィテッセへと移籍した。 フィテッセでは1989から90シーズンにエール・ディビジのシーズン最優秀選手に贈られるフー風殿、賞を受賞した。1999年1月27日、テオボスともにシャルケ・レイオンセントの引退試合に出場し、長き現役生活に終止符を打った。現在、フィテッセのホームスタジアムであるヘルレドームの北スタンドは、ストゥーリンフの功績を称えるために、 エトアート・ストゥーリンフ・スタンドと名付けられている。2002年、解任されたロナルド・クーマンの公認という形で、フィテッセの暫定監督に就任した。2003から04シーズンから正式に就任し、クラブをエルディビジに残留させるなど、クラブの危機を救った。2019年11日、フィテッセを率いていたレオニード・スルツキーが辞任した後、再度フィテッセの暫定監督に就任した。 ありがとうございます。